天理医学技術学校は、奈良県天理市にある私立の臨床検査技師及び臨床工学技師の養成校。財団法人天理よろず相談所を母体とし、天理教協議に基づく心情教育を通して宗教的情操を持つ優れた医療従事者を育成することを目的とする。2012年度に天理医療大学の設置により、 天理医学技術学校の生徒募集は停止された。天理医療大学の設立に伴い経営母体は学校法人天理よろず相談所学園となっている。校舎日本で唯一の宗教を背景とした臨床検査技師、臨床工学技師の学校である。1年から3年まで天理教の講義があり、また天理教の大祭参列や、 子供おじばが入り、日のきしんが義務付けられている。ただし、専攻科は、子供おじばが入り、期間中も講義、実習があるため、日のきしんはない。実習病院は天理よろず相談所である。一年生は入学直後の5月から7月に、病院見学実習があり、そこで臨床の現場のイメージを持つことができる。本格的な臨時実習は2年次の後期に行われ、 半年間実習を行うこととなる。3年次の前期には研究実習があり、約4ヶ月間実習を行い、最後に学会形式の発表及び論文を書くこととなる。学生は学生自治会を組織し、文化祭や球技大会、キャンプなどを行っている。秋に行われる学生自治会主催の文化祭である。2004年度に一度消滅したが、2005年度に、 学生の要望により復活した。臨検祭では、検査学科の学生は、科学や生態機能などの部門に分かれて、臨床検査について、臨床工学専攻科の学生は全員で、臨床工学について、約半年間かけて、勉強、実験を行い、その成果を、一般の人や、天理よろず相談所の職員に、展示やスライド及び実演にて発表する。ありがとうございます。